Let's watch this video. Good morning, everybody. Good afternoon, good evening, wherever you guys are at. Pause that. Second. Yeah, I'm not gonna be talking, so don't worry too much. I'll talk. I'll turn down stream volume after. If there's anything to discuss, but I'm just gonna be typing. So. Well, I knew it. Told you, Gunslinger. Let's fucking go. This week I'll try to get chapter 2, maybe chapter 3 subtitled out. So if you want to see the whole story, it's pretty damn good. It's on my channel. Yeah. Let's fucking go. Hey, hi. Hi, hi. ダイナムコオンラインブループロトコル運営統括ディレクター兼プロデューサーの鈴木です。本日はバンダイナムコオンラインそしてバンダイナムコスタジオが共同開発した PC 向けオンラインアクションRPGブループロトコルについて生放送を通じて皆さんにお伝えしたいと思います。それでは番組を一緒にお届けするメンバーをご紹介します。はい、皆さんこんばんは。バンダイナムコスタジオブループロトコル、開発統括ディレクターの久崎です。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんばんは、プロジェクトスカイブルエグゼクティブプロデューサーの下岡です。本日もよろしくお願いいたします。さあ、今回も始まりました正式サービス後初となるブループロ通信ですが、正式サービス開始後から2人はいや、ちょっと今俺すごい感動したんだけど、はい、共同開発したって、はい、過去形になっていやいや、ちょっと台本が顔が変えてなかったなと。はい、結構僕あの、はい、三月括弧運用使わせていただいてログインしてるんですよ、はい、でいろんな方結構急に話しかけたりとかもさせていただきまして、本当に楽しくやらせてさっき僕は逆にですね、全然プレイできないんですよまあ後でちょっと話もあるんですけど、はい、最初からのトラブルの対処と不具合の対処でめちゃくちゃ今ちょっと追われている状態ではあるので、はい、まあまあ、それはまだちょっと、はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、なかなかこう長くゲーム内にいるよりも起こったトラブルに対してみたいなところはどうしても、うん、開発のメンバーとして多くなりますので、はい、なんか動画を配信してくれる方のやつを見ながらこっちでトラブル対応してたりっていうことがまあ起こってるって感じですかね。はい。うん、とはいえ、ね、はい、一期一会の出会いを大切にしていただいているみたいで、すごく僕は嬉しく思っております。はい、はい、それでは始めていきましょうというところなんですが、まずはブループロトコルがどういったゲームなのかをここで改めて紹介したいと思います。はい、
いつものやつなんですけども毎回やる宣言をさせていただいております。サービスインしてからね、この番組があるというふうにご存、知られた方もいらっしゃいますし、まあ、いろいろ噂を聞きつけてどんなゲームなのかなということで来られた方もいらっしゃると思っておりますので、改めてブループロトコルの概要を鈴木さんの方から説明いただきます。はい、今回もツイッターのハッシュタグシャープブループロ通信をつけてご投稿いただいたスクリーンショットやイラストなどをご紹介しながら説明を行わせていただきます。ブループロトコルはバンダイナムコオンラインとバンダイナムコスタジオによる共同プロジェクトチームプロジェクトスカイブルーの中核をなすコンテンツとして開発したオンラインアクション RPG タイトルです。劇場アニメに入り込んだような圧倒的グラフィック表現で紡がれる世界とオンラインゲームの特性を生かしたマルチプレイアクションを突き詰めたゲーム性を融合させた完全自作たくさんのオリジナルタイトルとして2023年6月14日に PC 版をリリースいたしました。今後 PlayStation 5、Xbox シリーズ XS でもリリース予定となっております。こんな感じのゲームとなっております。今後の放送でも、ツイッターのハッシュタグシャープブルプロ通信をつけてご投稿いただいた、スクリーンショットやイラストなどは別途ご本人様へのご連絡を行わずブルプロ通信内でご紹介をさせていただく場合がございます。紹介してもいいよという方はシャープブルプロ通信のハッシュタグをつけてスクリーンショットやイラストなどをぜひご投稿いただければと思っております。というところで、はい、なんかスクリーンショットも気合が入ったものが多くなって、まあ、フォトモードを、ね、使っていそうだね、はい、ゴブリン帽子がさ、はい、黒のやつ、はい、あれがもうちょっと、ね、こうゲームのやってるぞみたいな報酬もらえる場所があったんですよ ね、 報酬としてはやっぱり最優報酬というかすごく楽しんでいただけてるようで嬉しいですね。あれも結構早い段階であのバーは俺見た気がしてすごいなと思います。はい、ということで、皆様にこのゲームについて知っていただいたところで本題の方に入っていきたいと思います、はい、今後ともよろしくお願いします、はい、それでは本日のプログラムをご紹介させていただきます。本日のご紹介内容はこちらとなります。サービス開始後のお詫びとお礼、プレイデータフィードバック対応、7月12日アップデートのご紹介、アップデートロードマップの23年8月お知らせという内容となっております。本日は正式サービス開始以降の状況や皆様のプレイデータや、いただいている反響などをもとにしまして予定しているアップデート計画とは別として今後の対応計画を一部お話しさせていただきまして7月アップデート内容や販売商品のご紹介、One week baby マップの新クラスについて One week 実際の画面でのプレイをお見せしながらお届けしたいと思っております。また番組の最後に明日のお昼からご利用可能なシリアルコードでのアイテムのプレゼントも実施いたしますので最後までご覧いただけますと幸いです。それでは進めてまいります。まずは正式サービス開始後のお詫びとお礼について、下岡さんお願いいたします。はい、正式サービス開始後からですね本当に、予想を大幅に上回ってアクセスをプレイをいただいております。誠にありがとうございます。開始直後ですね、バンダイナムコ ID の障害、並びにですね、まあ、その後もですね、ゲームサーバーが不安定な状態になるとですね、アクセス困難な状況であるとか、ゲーム中にエラーが表示されると言って、切断される。When is it going to release for global? Sometime in early 2024? 誠に申し訳ございませんでした。はい。引き続きサーバーの方は注視しておりますし、バンダイナムコ ID については、まあ、今後障害が起こらないような、対策を講じております。またですねこれまでの、まあ、プレイヤー流量いろいろテストは重ねてきたんですけれども、検知できていなかった不具合等が、散見しておりまして、複数出てきておりますことを、大変申し訳ないというふうに思っております。またですね特定状況でゲームクライアントのクラッシュであったりとか、シナリオ進行上での、ミッション報酬を、クリア返し受け取れる、バグが発生していた、状態、また、タイムアタックや、現在開催中ですけれども、スコアアタック等でカウント前からこう動けてしまったり、スキルのインターバルが発生しないなどの不具合が発生しております。お知らせによる告知によってですね、さまざま不具合あるんですけれどもその対応に対して、個別に対応させていただいたりとか対応の差が発生していること、それについても重ねてお詫び申し上げます。
このような状態の中でもですね、多くの方にレグナスに訪れていただいてプレイしていただいていることは、開発者一同非常に、大きな喜びとなっております。ただですね、皆様のプレイデータだけではなくて、まあ、反響いただいている内容から、まだまだ至らない点もあるというふうに感じているところです。見直すべき部分の見直し、ですとか、修正対応については、引き続き進めさせていただいておりますが、本日はその内容の中でも特に、優先的に実施を決定させていただいておりますアドベンチャーボードの件であるとか、ガシャの確立、天井につきましてもこの後で、お伝えさせていただきます。オンラインゲームサービスをですね、長期間、長く長く続けていくために、尽力してまいりますので、引き続きどうかよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では正式サービス以降のプレイデータやご意見ご要望などから優先的に対応の必要があると判断をして、対応を進めているものにつきまして、一部ではございますがお伝えをさせていただきたいと思います。では次のプログラムのプレイデータフィードバック対応となります。福崎さん、お願いします。はい、それでは、スライドの方お願いします。ですね、まず、正規サービス以降ですね、多数の不具合の、ご報告をいただいております。近々でも S やコネクトクーポンなどの不具合により、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。このちょっと不具合の内容がですね、もともと検知していたものおよび、サービスインからさらに、ユーザーさんの、環境で起こっているもの、ご入信いただいたものもあるんですけども、それらの内容がちょっと多岐にわたっておりますので、優先順位をつけながら、ゲーム進行は行えなくなるであったりとか、バランスに大きく影響するもの、I hope they fix the fall breaker bug. 高いものなどにつきまして、もともと計画していたタイミング以外での、The venture board improvements? 進めている状態と、Oh, here come the buffs and nerfs, boys. これに関しては、ちょっとなかなかまだ収束という状態ではなくて、やはりちょっと出るデータ端からちょっと調査して、We're going to be able to gather on the mount. That's really nice. 状態ですので、もうしばらく、お待ちいただくことになるかなと思っております。また現在発生しているのは、公式サイトの不具合情報に、記載しておりますので、そちらもご確認いただけると幸いです。はい、また不正行為への対応にも、同様に継続して、行って、おります。ここではチート行為についての、お話が中心となりますが、ゲーム内ですね、遭遇されている方も、いらっしゃると思いますが、広範囲にダメージを与えるとか、スキルインターバルを無視したスキル使用、異常な移動速度とか、死亡しながらの行動などいくつか主流となっているチート行為というものを、確認しております。SNS やゲーム内の通報機能などでご連絡いただいているものに対しましては、順次確認をしてアカウント停止やハードウェアの禁止などの対応を行っているという状況です。完全にですね、このチート行為に対して不可能とするということが無理なのかと思われる方もいらっしゃるかなと思いますが、 PC オンラインゲームで、本作のようなアクションを取り入れたジャンルで、people are finally gonna get banned. 状況ではございます。しかしですね、これは少なくしていったり減らしていく hardware banned. というところと重要で、あるというところは、認識をしております。チート行為を今現在行っているキャラクターへの対応というものは、通報とかの内容から行っているんですが、それ以外にもですね、そもそも根本としてとか、やられている行為がどのように実現されているのかとかっていう確認調査なども並行して行うというのが対応となっております。こちらはですね、対策を行えばそこに対して対策されてしまうというと、いたちごっことはなってきますので、対策内容について具体的にじゃあどのようにするのかというところを詳しくお話しするということはちょっとできないのですが、運営チームでは、対応を継続して行っておりますので、このようなプレイヤーに遭遇された場合にはですね、通報機能や、SNS などでも、結構ですのでご連絡をいただけますと、幸いでございます。はい、ちょっとこれに関してはですね、なんていうか通報いただきたいですね。機械的に取ったりっていう部分もあるいはあるんですけれども、機械的に取って、一律でやるとどうしてもですね、5番とかのリスクがあって、ね、なかなかちょっとやりにくいので、通報いただいてそこから、追ってっていうのがやっぱり一番確実ではあるので、ぜひともぜひともっていう言い方はちょっとおかしいんですけども、暁にはですね、はい、
見つけた方には、通報いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、では、次にですね、アップデートで、対応を行おうと、方針を決定している内容について、ご説明させていただきます。まずですね、直近のちょっと8月のアップデートですね、次のアップデートではですね、不具合修正の方をちょっとメインとさせていただいております。なので調整改修とかに関しては、ちょっと事前から、サービスイン前から仕込みを始めていたマウント中採集に関しては、実装が、完了するんですけれども、ちょっとそれ以外の部分に関しては、順次となってしまいますので、そこはちょっとあらかじめ、ご了承ください。で、アドベンチャーボードをどうしていくかという方針なんですけれども、特定のエリアで、まあ、例えば、海なりの草原でウリボを何体倒す、または海なりの草原でエネミーを倒すといった条件に関しては、今までの、Hype for that quality of life for gathering on a mount. That means we're gonna have a fast route を行う予定で、 to gather. Oh yes. 最終に関しても、特定のエリアで採集をする、特定のエリアで特養層を取るに関しても、累計での、カウントをするように、修正を予定しております。ただ、ですね、エネミーに関しては、図鑑とかはあるので、they're working on some venture cards. 最初に関しては現段階でカウントしてないところがありまして、それらのカウントを作るところからになるので、ちょっとお時間をいただくことになりますので、Good morning, Dancer. 目処が、立ちましたらまた、ご連絡させていただきますので少々お待ちください。でそこまでの間、間を、もうちょっと埋めるような、ちょっと、なんていうの、ちょっと小さいんですけど、利便性向上のアップデートを行うかどうかっていうのは、ちょっと、今検討中です。こういうことやったら、ちょっとは利便性上がるかなっていうところもあるんですけれども、まとめてやった方がいいのか、少しずつ手を入れていくのかっていうのはちょっと、今検討の方を行ってますので、そちらもまた、This has got to be the issue of us. 例えばこう複数のアドベンチャーボードで、まその分かれてゴブリン100体とゴブリン100体あったら、ゴブリン100体倒せしてれば、後から。They're gonna have to fix it. The issue with the boards and the XP farming. 結局複数のアドベンチャーボードにまたがる状態で同じことをやらされることを、まあ。最初のエネミー討伐に関してはなくそうっていうところで、はい、はい、ここです。で、oh. の、ボードの数が少ないところに関しては、ちょっとこの辺はだから割るかどうかを検討してるんですけども、現状の数は10枚なんですけども、10枚に、することは今のところ決定はしておりません。8 boards. で、全部進行中にできないのかっていうところもあるかとは思うんですけれども、どうしてもサーバーの負荷とかが絡んでまして、It'll be increased to 10. 全部一気にというのが難しい状態。で、これに関しては、Yeah, it does cause some load on the servers. なんていうんですかね。サーバー負荷的に8枚だったらいけるよねっていうところを取っていて、その後、サービスインチだと、サーバーの負荷とかの、調整であったりとか、その辺の計測を大丈夫だよねっていうのが、見えましたので、10枚の解禁をしてもいいかなという形になっております。はい、ちょっとこの辺は、なかなか現行の状態とかの、調査をしながら進行している部分ではあるので、どうしても、進みが遅くなっている部分はあるんですけれども、なるべく早く、完了してデバッグが、終わり次第、実装していこうと思っていますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。はい。はい。で、次にですね、That's gonna make it even worse. That's gonna lag the server even worse.ちょっとこれはまだクラス調整を行うこと自体は、方針としては決めています。で、どういうふうに、クラス調整をしようかなという、方針レベルではもう決まってはいるんですが、ちょうど今、数字調整中ぐらいですかね、はい、ではあるんですけど、ちょっとまだ、これもデバッグ含めてどの辺になるかなっていう部分はあるので、今の時点でちょっとまだ、タイミングが言えない状態ではありますので、これも、タイミングが決まり次第、ご連絡させていただきます。ちょっと、最初の部分ではあるので、若干慎重めに、調整の方をかけてますので、お時間をちょっといただいております。はい、で続きまして、ネットワーク、まあ先ほどちょっともう先にお話をさせていただい
ていただいたんですけれども、ネットワークテスト後の、回収対応の中でもお伝えさせていただいた、マウント起乗中の、最終につきましては、実装及び、デバッグも、完了しておりますので、8月のアップデートでの、実装を行います。で、こちらはマウント起乗中に最終が行えるように、現在存在しているマウントおよび、今後登場するすべてのマウントに、機能追加の方を行います。また、マウント起乗中に、最終を行えるようになった部分を内部で、テストを重ねていたんですけれども、最終を行えるようになったことで、最終ポイントに対して、マウントをうまく合わせるのが、ちょっと難しかったりとかっていう部分もあったので、旋回性能ですねの、旋回半径を、小さくする、調整を、これも全てのマウントに対して、調整を行うような、今、調整を行っております。これに関しては、10月のアップデートをめどとして、実装の方を行う予定となっております。はい。で、他にもね、いろいろご不便に思われる fixing the rotation on mounts too. 自分もプレイしていて思うところはあったりとか、今すぐパーティーとかね。Turning, handling on the mounts, thank goodness. Holy shit. 考えないといけないなみたいなところあったりとかするので、そういったところいろいろあると思うんですけども、すみません、順次やらせていただきますし。Now my horse won't drive like a fucking semi truck. はい。では次に馬車について私からお伝えをします。今月7月12日のアップデートからの販売会社の販売会社より、大きく変更を行わせていただきます。S、B ランク提供商品の確率の上昇。Yes. 正解数ガシャをご利用いただいたら、Yeah, the mount is terrible. S ランク商品のいずれかをご提供する形に変更いたします。この変更に伴い、S ランク商品の Increase rates for S and B ranked items. Some sort of pity system.Okay. That's good news, dude. This is so good. They're making some fucking good changes already. Couldn't be Tower Fantasy. PPP prices lowered. Cool. Cosmetics, basically.あくまで新たに販売を開始する会社から、BPP の交換料は、and some other little things. また、時期はまだ未決定となっておりますが、この先のアップデートにて、ガシャチケットでご利用いただいた会社で獲得されたアイテムにつきましては、転送負荷へと Items required by gacha tickets will not be tradable. ゲーム内の報酬などで皆様にお配りするというアイテムとなっておりますが、ガシャチケットで獲得したアイテムも転送を行うことができるという仕様によって運営上 because they are obtained through events 使いにくいという状態が、発生してしまっております。このため今後のアップデートにてガシャチケットで they want to restrict it for being abused or from being abused。 こちらのアップデートにつきましては実施のタイミングが決定しましたら改めてお知らせをさせていただきます。ではですね、ガシャの確率とおまけ機能による天井ですね、BPP 交換についてもう少し具体的な内容につきましてはこちらとなります。はい、まず S ランクの確率ですが 1.2% から 3% へ上昇となります。ナイス。また B ランクの確率も 27% から 35% へ上昇し C ランクを 50% へ and they raised the B and S ランクの確率を上げる lowered the C. Great. 商品の提供アイテム内に衣装やマウント以外が入るのではと不安を覚えられる方もいらっしゃるかと思いますので、こちらも資料の右側。Exactly, dude. Exactly. And I'm okay with that. I don't care. I roll gacha for myself anyways, right? Like why? 販売物、内容物につきましては、S ランクは、衣装ガチャ1の構成。マウントガチャではマウントのみでの構成という部分に変更はございません。A ランクにつきましては、ガシャの販売物の And 2 times 20 will give guaranteed pity. Get a box to choose what you want from the banner. Holy fuck. アップデートで機能が追加されたり、能力が上昇したりとする場合には、それに応じて一部
I wish I would have waited. アイテムをプレゼントするという機能であるおまけ機能にていわゆる天井を設けるという形とさせていただきます。こちらはガシャのご利用回数が110回、220回到達時のおまけとして、 S ランク提供商品の中からどれか一つが必ず手に入る抽選ボックスをご提供いたします。抽選ボックスは対象ガシャの S ランク提供商品のみが入っておりまして、使用するとボックス内のアイテムのいずれかを6, 7. I've already spent like $700 on the fucking gotchas. こちらはですね、おまけの機能を使用したというものとなりますので、規定の回数をご利用いただければ必ず。I got the purple little flame emote too. ものとなります。このためですね、110回、例えば回すまでの間に何かしらの S ランク商品が、当たった、獲得されたという場合にも、それまでに回された回数の累積がリセットされるというものではございません。S ランクが当たった当たってないよという状態に関わらず、回数をご利用いただければ、必ずこの、抽選ボックスが入手できます。I'm gonna be topping up for the bikini. S ランクの確率の上昇とこのおまけ機能の、You best believe we're pulling a bikini regardless. 入手率は上昇という形となりますので、S ランク商品が重複してしまった際の利用先の一つである BPP への効果は、The pity is not affected whether or not you obtain an S ranks. As long as you reach the required amount of pulls, you will get the pity box. That is so good. So it does not reset the pity. That's huge. と同一のものとなりますので、こちらで重複してしまった場合には、未使用であれば、BPP への変換が可能という部分は同一というところは、同様となっております。はい。ガシャのですね、確率の見直しと、いわゆる天井。Yes, most MMOs reset.Tower Fantasy didn't though. If you got an early, you got an early. It will be in the July update. Oh, thank goodness. Thank you. Let's fucking go. The 12th, I think. Next week. Next week.Ben? またローンチ翌月からですね、大きめの変更を行わせていただくことになります。この変更に伴いまして、現在のガシャとの確率差がどうしても大きいというふうになってます。なので、現状何かしらのプレゼントを、既存のプレイヤー様向けに行わせていただきたく、考えております。こちらですね、内容については現在、検討中と。We're thinking of giving some 決定次第後日公式サイト compensation.お知らせできればというふうに考えております。よろしくお願いいたします。はい、以上がプレイデータフィードバック。For the large change in gacha rates。それでは、次のプログラムのご紹介になります。7月12日アップデートのご紹介となります。というところで、7月12日アップデートとさらっとお話をしているんですが、7月12日、All right, July 12th update information. Here we go, Ben. This is what we're looking for, buddy. アイテムのね、販売期間の残り期間が知ってたという方も、多いのかなと思いますが、前回までロードマップとしてお伝えをさせていただいていた7月アップデートの内容はこちらとなります。はい、はい、本日はですね、雨山ぬ森の自由探索とトロピカルリゾートの内容を実機でお見せしたいと思います。ですが、まあ、実機をお見せする前にですね、7月12日のアップデートから販売開始する商品のご紹介をさせていただければと思います。と言いますのも、私たちのキャラクターが、着用した状態ということになりますので、先にここで、獲得できるものは来週、ざっとご紹介をさせていただければと思っております。はい、ではですね、エステサロンに追加されるパーツの一部をまずご紹介をさせていただきます。まずは髪型となります。髪型こちらですね、男女一種ずつ追加という形になります。はい、次はペイント。はい、
次は傷でござる。I'm sorry. はい。ですね。はい。はい。次は瞳ですね。はい。瞳のパターンですかね。そうですね。瞳パターン。ペイントと傷と瞳は、まあ、基本的に女性タイプでも男性タイプのモデルでも、同じものを使えるという。Ooh, I like the new eyes. The top eyes are great. 次は女性タイプのまつ毛。最後に男性タイプのまつげという形となります、はいはい。今回エステで追加されたパーツを使いつつのキャラクター、まあAdding new customization. Love the update. という形になります。はいはいはい。かっこいいですね。あ、まあ、かっこいいですね。止まっちゃった。まあ、まつげとかね、こう目の形にくっつくので、まあ、実際試してみないと結構自分のキャラでどうなるのかっていうどんな印象なのかって分かんなくてですね、エステもしかしたらまだちょっと入って試されたことないかもしれないんですけど、チケットその使わなくてもというか保存まではどんな顔にしようかなまではチケットなくてもできるので、まだねエステ入ったことないよって方はまあぜひ入っていただいていろいろ試して保存していただければというふうに思っております。ぜひアップデート後はエステに、行ってみてください。はい、次はですねローズオブストア一部商品のご紹介です。はい、エクステンションの二股版ですかね。はい、はい、アクセサリーの指輪と背中アクセサリーのフロートが追加となります。こちらの画像なんですが、販売期間の部分はですね、テスト環境で撮影しておりますので、実際の残り期間と異なってしまうので、ちょっと黒く塗らせていただいております。まあ、この画像だとなかなかわからないので、SS だとこんな感じというものとなります。触覚っぽい感じ。触覚っぽいですね。はい。では次にガシャとなります。皆さん前回放送で予想されていたかなと思いますが、水着の衣装ガシャとマウントフローティングアイのガシャとなります。はい、衣装ガシャは性別で別々のものとなっている。The floating eyes is awesome. まずは女性タイプの awesome の S ランク提供商品のラインナップはこちらという形となっております。ね、はいはいはい。はい、というところなんですが、水着はバリエーションが2つ多くなっております。Yeah, I am. I want 1ページに収まり either the last bikini, the blue one, or the orange one. なっております。これはもう There's a new area coming too, man. This is crazy. ハッシュ、ハッシュですね。はい。はい。リアリティが違うわけじゃなくて、はい、S ランクにハッシュ入ってるんですね。そうですね。というところなんですが、商品ラインナップなので、まあ、こう並べるっていうのが正しいっちゃ正しいんですけど、うん、前回もすごく味気なかったので、着用した状態での S ですと。着てるシーンを見て。こんな感じという感じですね。はい。かわいいです。はい。で次に男性タイプの水着、男性も、男性もぜひラインナップはこのような形です。これね、なかなかアグレッシブなね、水中メガネ。Oh, sorry. My bad. I didn't mean to click it out. Sorry. タイプはなかなかそうですね、アグレッシブ。アグレッシブだと思いますけどね。はい、まあ、あとね、こう服を。I'll go back a little bit. 比べる。おります。そうなんですが、水着はバリエーションが特別に2つ多くなっておりまして、1ページに収まりませんでした、はい、というところで残り2つのラインナップはこちらとドンなっております。これはもう鈴木さんの、はいはい、ということで、ね、商品ラインナップハッシュハッシュですね、はい、はい、リアリティが違うわけじゃなくて、はい、S ランクにハッシュ入ってるんですね、はい、そうですね、はい、というところなんですが、商品ラインナップなので、まあ、こう並べるっていうのは正しいっちゃ正しいんですけど、うん、前回もすごく味気なかったので 3% 状態での S ですと、これではこんな感じという感じですね。はい、It looked great. はい、で次に I like that one on the right so much. ラインナップはこのような形です。The speedos are funny though. アグレッシブな。ね。水中メガネもあるし。The left pair, ブーメランタイプはなかなか、and then the second to last, I like with the jacket. あと、ね、こう服をちょっと着てくれてるやつとかはいいな。はい。はい、というところで男性タイプも、yeah. 2種、ドン、はい、はい、と、all in 3%。同
じくですね、男性タイプでも、まあ、スクリーンショットを撮るとこんな感じですね。ちょっとまあ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 、これはなかなかコメントしづらい、はい、コメントしづらいツッコミが入ってますけどね、はい、これはツッコミですね。ツッコミですね、はい、ツッコミをしてる、というところで、さらにあのビーチの中の NPC にですね、トロピカルリゾートではビーチが装飾されますので、はい、混ざって撮ったスクリーンショットになりますが、もう一枚という形ですね、はい、この中に私が撮ったキャラクターが、どれでしょうみたいな、他は NPC でございます。はい、はい、ですね、この後ね、ちょっとお見せできるのかな、はい、はい、というところで、まあ、次はまだマウントですね。マ はい、マウントのフローティングアイガシャはこのような形となります。 Those floating eyes、プレイされている方はあのフローティングアイのね、光線、 I want the watermelon、 イラッとすると、はい、見るとイラッと、あのフローティングアイのマウントですね。まあ、ちょっと乗りこなしてやってほしいですね、光線は出るわけではございませんが、夏仕様のバリエーションという形となります。ガシャにつきました、先ほどもお話ししましたが、おまけがございますので、おまけのご紹介もさせていただきます。はい、水着ガシャ女性タイプ、水着ガシャ男性タイプのいずれか一つを合計10回回したとき、ジェスチャーのうつ伏せ、合計20回回したときにジェスチャーの足パタパタとなります。文字通り足パタパタは足をパタパタすると、めっちゃ可愛いですね。Oh, so if you get, if you do 10 gotchas, you get the emote on the left, 20 on the right. はい、次はマウントフローティングアイのガシャのおまけという形です。フローティングアイガシャを10回回していただいた際に、Mount Gacha Rewards, 20回回していただいた際に、ネソベリー。10 on the left, 20 on the right, for the emotes. 110回、20回ご利用いただいた際に、抽選ボックスが獲得できるというところは変わりません。これ今スクショ的にたまたま男性タイプ女性タイプになってるだけで、はい、まあ要はジェスチャーだから、はい、まあジェスチャーなので男性も女性もない、じゃ男性タイプも女性タイプも、ね、あのどちらでもご利用いただくことができるというのと、ご利用したいですね。はい、次は、BP ポイントストアのご紹介です。 BP ポイントストア、衣装とマウントにつきましては、水着ガシャの女性タイプ、oh, sweet. 水着ガシャの男性タイプ、フローティングアイガシャのそれぞれのセレクトボックスが、新たに登場するとなります。アクセサリーとしてはエアリースプラッシュとフロートというアクセサリーが追加となります。はい、最後にですね、記念品コーナー。Glad I saved my BBP points. です。まずはレイドなどで獲得できる、GC、ロリーコインですかね。の効果商品についてはこちらです。はい、フォービーのなりきりヘアセットとポワリエのなりきりヘアセットが追加されるという形となりますので、すでに GC にある衣装とフェイスマスクは OK though、なりきれる、なりきれる、 So you can, that's what I like about this game, you can earn these items free too. あー、ハーの人は嫉妬するかもしれませんね。そうね、はい、あのアクセサリーとか、につきましてはここまでで、各ショップでもご覧いただいたエアリースプラッシュやリングの、まあ、カラーバリエーションとか、それに加えて夏っぽい髪飾り、消費アイテムとして手持ち花火などが追加をされるということとなっております。こちらね、もうどうしてもあの数とゲームの UI から撮影してるんで、どうしてもねちょっとちっちゃくなるんですけど、はい、この後もっとちっちゃいのが出てくるんで、ここがもう、I know. すいません、I agree、ね、はい、後ほど、はい、というところで大きい絵でですね、これらを着用した時の絵を見るとこんな感じですね。あ、こちらがポワリエの衣装とヘアセットを着用して花火、あ、だから花火持ちながらこうこれできるんだ、手振るって、ね、そうですね、花火を持ちながら一部の、ジェスチャーは使えると。これはちょっとビーチでやって試してみたいですね。はい、で次がこちらですね。はい、こう踊りながら衣装とヘアセット、はい、踊りながらファイヤーダンスになっちゃってますけど、あの火がねちょっと他に飛ぶんですけど、リアルでやってはいけないやつですよ。はい、今回からやってるあの手持ち花火は持った状態でまあできるエモートとかも結構あるので、うん、その辺ちょっと試してもらえればいいかなと思います。そう、はい、ということで同じく記念品交換所につきましては、7月イベントで収集をするサンベの貝殻というものがあるんですが、こちらで交換できるアイテムのラインナップを後ほどご紹介をさせていただければと思います。というところで商品紹介もこちらで終了という形となります。はい、あ、ちょうどログアウトしちゃった。というところになりますので、
7月アップデート内容の実機プレイをお見せ、していければと思っております。まずは雨山の森ですかね。福崎さんお願いいたします。はい、では、福崎の方の画面にお願いします。はい、まあさっきまでとの落差が激しい感じですけれども、梅雨ですね。はい、雨山の森の自由探索のダンジョンとなっております。まあ、こんな感じで、常時雨が降っていて、まあ、体にも、水滴が、飛んだりとか、まあ、この辺の床だったりとかにも、はい、水滴が飛ぶようなちょっとまあ、It's raining. 暗めというか、はい、霧がかかってるので若干暗めにはなるようなところではありますね。絡まれた戦うつもりなかったんだけど絡まれました。はい、ちょっとこんな感じの、空気感のところになってまして、いつもの、他のところと、同じように、キャンプがありますし、すいません、先ほどキャンプ探そうと思ったら迷ってキャンプの場所が分からなくなりました。はい、で、アドベンチャーボードが、ありまして、そちらからエンハンスイマジンの、レシピ等も入手できる場所となっております。はい、そうですね、アメアムの森はこんな感じ。レイヤーマップは More boards to complete, baby, let's go! バレバレやられちゃう、後ほどの冒険感が皆様ぜひご自分の目で見ていただければと思います。Don't want to spoil us with the map. ここは見た目上こういうところであって、まあ、That's on the 12th. なんだろうな。残念として、特に二陸があったりとかっていうところではないので、はい、これぐらいにしておきます。はい、では次は私の画面。はいはい、次は7月イベントのトロピカルリゾートというところのご説明をさせていただくという形となりますので、下岡さんお願いします。いや。僕の画面に入って、ちょっと手を振りすぎちゃった。あ、連続しよう。はい、というわけでまた夜、すみません、夜になりました。はい、ライトアップされてるね。そうなんですよ。こうゲーミングビーチみたいな。で、これ新しくね。Oh, they updated the beach.ビーチがね、いろいろとこう写真スポットたくさん作られています。え、そんな感じか。めっちゃ連写してましたもんね。連写してた。はい。こんな感じでいろいろと。この辺で、この後ろに回って、よし、装飾というか、まあね、ビーチがそうですね、変わっているというのはこのような形なんですが、まあ、イベント自体はイベントとして、ちゃんとございますので、イベントの内容の説明を福崎さんお願いできますでしょうか。はい、トロピカルリゾートのイベントですね、イベント内容としては、トークンを集めて、記念品交換所で、交換をして、報酬を得るイベントとなっております。で、トークンの集め方に関してはですね、まず、期間限定のサブクエストがありまして、まあそうですね、ちょうど今マイクがおかしい、下岡さんが言っているところ、マイクをチェンジしておく間に福崎さんがきっと説明を、なるほど、はい、はい、下岡さんの、ところから、サブクエが受けられまして、サブクエをクリアすると、期間限定のですね、水着ラッシュガードが、入手できます。福崎の画面にしてもらった方がいいかな。はい、ちょっと今福崎の画面に、はい、これですね、この衣装を、サブクエクリアで、もらえまして、まあ、これ期間限定なんですけどもらえまして、まあ、このラッシュガードを含む、水着をどれか装備した状態で、
対象のエネミーを討伐することによって、トークンがドロップ、トークン、3名の貝殻がドロップします、討伐対象はゴブリン系、スカイフィッシュ系、カニクモ系、ホーク系となっております。で、それで3名の貝殻を、集めていただいて、報酬と交換できるという形のイベントとなっております。で、先ほどこのラッシュガード期間限定という話をしたと思うんですけども、これの永続版も、普通に、交換所の方に並んでますので、これが気に入った方は、そちらの方から、3名の貝殻を集めて、はい、交換していただければいいかなと思います。で、他にもですね、期間限定の、配信クエスト、ボーナスクエストの達成報酬、期間限定アドベンチャーモードの、各マスクリアでの、報酬、また、このイベント中のみ、登場する、ネームドエネミーの、チャレンジクエストの達成報酬でも、それぞれ、3名の貝殻が、入手できるということになっております。で、基本的にちょっとですね、イベント期間ちょっと長めなんですね、7月いっぱい7月は終わらないですよね、はい7月中には終わらないです、はい、ちょっとなのでアドベンチャーモードとかは、特に場所限定とかではないんですけれども、長めにちょっとなっているので、その辺はちょっとじっくりやっていただければいいものとなっております。はい。で、実際のところ、3名の貝殻で、もらえるアイテムラインナップが、ちっちゃいやつですね、こちら、はい、となっております。はい、文字がって感じですが、はい、ですね、専用のアナウンスイマジンや、花火、レシピス、they got the these are really good here T1 30 minutes ジェスチャーなど be a good event や、着色染料、フレルのドロップドロップなどの消費アイテムもありますので、ぜひご参加いただければと思います。で、ここで、もらえる、エンハンスイマジンなんですけれども、レベル自体はレベル15なので、この度始められた方に関しては、ちょっと使いやすい、ものにはなっているんですけれども、ちょっとレベル50とかの方にとっては、どちらかというと、なんだろう、記念品。的な、はい、ものとなっております。で、まあ、ものとしては、エンハンスイマジンの画像スチルが、結構、イベント限定というかイベント特殊なものになってますので、そちらの方を、まあ、ちょっと、思い出として集めていただくような感じになっておりますので、集めていただければと思います。大体ちょっと今回のマジンとこんな感じのスチルがあります。でちょっと画面をお願いします。はい、これが1枚目で、2枚目お願いします。これは各クラスパートナーが水着を着ているような、はい、ようなものがありますので、まあ、これの他にあと4枚そうですね、はい、はい、でまた、先ほど、期間限定の、ネームのエネミーがという話をしたと思うんですけれども、そこに、ネームのエネミーなので、バトルイマジンもありますので、うん、そちらの方も、ぜひぜひご入手いただければと思います。結構ね、やると盛りだくさんというかジェスチャーがね、ジェスチャーいいんですよ。ちっちゃすぎて分かんなかった。ボディービルとかこういうのが、あ、俺映ってねえわ、はい、こういうね、こういうのありますんで、夏のビーチで、はい、ぜひ見せつけてやってほしいです。実はね、過去ツイッターとかでご紹介してる画像とかで使ってたやつとかね、はい、ね、はい、なのでぜひご利用いただければと思っております。はい、はい、では7月12日アップデートのご紹介内容は以上という形となっております。まあ、コンテンツとしてはね、先ほどここら辺に映ってたものが他にも入っていくという形となりますし、アップデート日にですね、こういうアップデートが入りましたよというところは、全て公式サイトでお知らせをいたしますし、イベントの内容につきましても、詳しく公式サイトに、掲載をさせていただきますので、ちっちゃくてね見えなかったとかいう方は、そちらを、ご確認いただければと思います。それではですね、次のプログラムに参ります。次はアップデートロードマップ23年8月という形となります。ではですね、まずは新クラス
ブリッジランサーのご紹介です。早速ですが、ブリッジランサーの PV をご覧ください。どうぞ。Here we go. So dope.Finally, a melee class I want to play. というわけで、はい、ブリッツランサー動いているところを、はい、初めて。初めてですよね、はい、動いてるところは本当にいただきました、はい。ブリッツランサーは携えた細身の槍と、軽快なフットワークで雷光のごとく戦場を支配するというところと、ターゲットに刻印というものを、施しまして、格上の相手も翻弄するというところ。刻印ですよ、はい、刻印ね、刻印ね、はい、これは23年の8月のアップデートで追加をさせていただくという予定となっております。皆さんいかがでしたでしょうか、まあ、軽快な、ね、フットワークの名のもとに、はい、まあ、かなりテクニカルなクラスではあるかなという。テクニカルであるのは間違いないかなと。間違いないですよね、はい、ただ使ってて本当になんかやりごたえのあるクラスになってるなと、ね、この後お見せすると思いますけど、はい、すいません、俺のトラブルであの時間を取りつつね、はい、という感じですけどね、まあ、やっぱり一つは刻印ですか ね、 ですかね、一番特徴的なのは何ですか。あとホールドによる突進とか、そうですね、まあ、これはやっぱ見てみないと分かんないというところがあるんで、はい、難しくないところを先に説明しておいてほしいという感じで、はい、じゃあ鈴木の画面に、鈴木さんの画面行ってみますか。切り替えていただけますでしょうか。はい、こちらですね、ブリッジランサーレベル50にしたシルバー鈴木という状態とさせていただいて Bro, that weapon looks so sick. まあこれですね、まあ、この衣装なんですけど、ランサーを追加するアップデートの際にですね、こちらもイベントとかキャンペーン、 That's a level 50 silver and it's dark. So that means new weapons are coming. 黒に行ったというもので、先ほどの PV とかだと青、はい、まず通常。That's good to hear. That means I'm gonna stop grinding for my bow and just start saving all my mats. You probably gotta get them from a different dungeon, anyways. 相手を蹴りながら上に跳ね上がるという行動をします。まあこれ、このクラスアクションのランクが上がっていくと、こう後ろに飛べたり、アビリティをつけたりすると、ちょっと待ってですね、インターバル中です。前に飛べるようになったり。でさらに飛び上がった状態から右クリックで投げるという感じになってきております。さらにですね、このブリッツランサー特徴がありまして、左クリックをですね押しっぱなしにしていることによって、このようにためが入っていきます。このためは No, they said it was a level 50. 突進行するという。 They clearly stated that was a level 50 lancer. 攻撃の途中に実は仕込むこと、はい、なので攻撃終わった途端にこの光ってる状態にすることができるので、例えばこうやってやりとやったとキュンと飛んでみたいなことができたりするという形となっております。はい、まあ、基本的なクラスアクションの説明はこんな感じかなと思いつつ、下岡さん下岡さんじゃない福崎さんの説明を待とうかなと思っているわけですが、ちょっと、はい、刻印のところはちょっとしゃべりで説明しますね。ランサーには刻印システムっていうランサー特有の、クラスシステムがありまして、通常攻撃だったりとか、スキルそれぞれに、刻印を付与する技っていうのが、はい、設定されております。で刻印、その技を当てて刻印を付与した状態で、さらに、まあ、これもまた、それぞれの技だったりスキルによるんですけども、刻印を、発動させる技があります。で、発動されると、その刻印の効果が、エネミーに付与されるという形になっております。
で、ものとしては、赤、青、緑、それぞれ、弾け、移ろ、絡みっていうんですけども、攻撃アップ、攻撃力アップですね、その当たった時の攻撃力アップの効果と、余ダメージダウンを、状態異常付与、また移動速度ダウンを付与っていう3種類の効果がありまして、さらに3種類全部を、発動させた上で、付与し、刻印を付与した上で発動させると、ボーナスで、範囲攻撃とかつ、ダメージボーナスがつく、技が発動するということになっております。なので、ランサーの基本的な戦い方としては、まあ、3種ボーナスを狙っていくのが、基本的な、戦い方となっております。はい、間に合った間に合ったということで実、はい、まあ、多少ちょっとね、やっぱ見ていただいた方が早い部分があるので、ちょっと実演をいただけると思っておりまして、今しばらくお待ちください。まあ、結構スキルもね。そうですね。スキルも読み込みが必要、ね。読み込みが必要なのは間違いないです。はい、あ、こういう意味ね。なるほどというね。はい、まあそういう特徴。まあ2段階分かれてるんですね。まず刻印をつけるっていうのと。刻印を発動させるっていうのがまず分かれているので、まあそこの理解からちょっと福崎さんに説明していただきながらと。はい、福崎の方の画面でお願いします。大丈夫です。はい、まあ簡単に言うとですね、まあ、まず例えばこれの前派生で今、青がつきました。で、後ろ派生で緑がつきます。で、このため攻撃ですね、これの突進で赤がつくので、まあ単純に通常攻撃だと、これで今3つつきましたね。でこの状態でこれが発動技なので、これを当てると範囲攻撃が発生するっていう形になっています。で、まあ、こういう状態から、まあ、さらに、重ねるというか、効果重ならないんですけど、まあ、ちょっ と,、強めではあるんですけど、効果時間短めではあるので、その辺は、さらにまた刻印を重ねる準備をしていったりとかっていうのもあります。でこの辺の、スキルとかでも発動が可能です。で、この辺のジャンプがですね、だいぶテクニカルな使い方ができるというか、はい、スキルと混ぜてこの辺とか、なんかちょっとうさんくさい動きができるんですよね、これ。で、空気出すとここからまた飛ぶのでってやったりとか、結構降りないみたいな動きが結構できるので、まあ、特にその集団戦になって敵がね、たくさんいるところでは踏み台ジャンプして攻撃して、それでさらに飛んでまた攻撃するみたいな動きができる。でね、地上だと、突き立てで飛ぶんですよね。で、エネミーに接してると蹴りながら飛ぶんですけど、はい、空中で出すと落ちるんですよね。一回降りてもう一回蹴り上がるっていう動きをするので、はい、この辺で結構なんだろうな、ウェーブとかをだいぶ避けやすい部分はあります。でランサーの弱点としては、防御性能がちょっと低めではあるので、なので攻撃食らうと結構辛い部分があるんですね。で、あと、防御系のバフとかが基本的にないので、敵の攻撃を避けながらっていうのがどうしてもソロの時だと必要にはなってくるので、パーティー組んでイージスが、作業を持ってたりとかしてくれるとひたすら、3周とかを狙っていけるので、DPS が結構パーティー組むと結構、評価が上がっていくようなクラスとなっております。そうなんです、自分以外の刻印も使える。そうですね、はい、ですね。なのでそう、自分以外の刻印も使える。 New Dungeons means new weapons, baby. 当然、まあ、今見えてますけど、こっち下岡さんがつけたやつ見えてるんですけど、そういうのもあるので、複数ランサーもでも効率が一気に上がったりはする部分はありますね。まあ、うまくね、こう手分けして3つつけて、そうですね、いって、はい、みたいなやり方もできますよね。そうになるのはやっぱり今左クリック食べてますけど、このため攻撃の突きで、まあ、下がってこう戻ったりとかそういうのができるので、その辺でちょっと位置関係を、まあ、1回離れてもう1回相手の動き見て特段に突っ込んで、攻撃につなげたりとかっていうのも必要にもなるので、この辺が結局、突進はやっぱりすぐでキャンセルできるので、そこら辺からまたつなげていったり、はい、これ結構ぴょんぴょんしながら、接近したり離れたり、で空中でくらってそのまま横移動するので、この辺で結構なんだろうな、ちょっとショートジャンプから攻撃出したみたりとか、そういうこう
いろんなところから突きが出せるので、相手の動き見て一気に突進してっていうのを、動きとしてはやっております。突進が結構ね、距離ちゃんと詰めてくれるんで、ね、はい、まあ、常時貯めとくとかはすごく考えながら行動してできるなっていう楽しみ方はありますよね。ちょっと覚えるまでが。いや、福崎さん、アルティメットを発動して。はい、はい、ね、アルティメットはですね、まあ、いきましょうか。横投げで三周つけて、その後の突き、突き、あの、やり投げですね。で、発動される。なので、横投げの範囲が広いので、三周。It looks like an electric weapon too. Nice. Oh no, that was the alt. Never mind. 発動まで行くのはちょっと多分、まあ、Oh, now it's dark.数体に三種国です。そうですね。つ、はい、いたのを、まあ、まあ他の人が発動させたりとかね、できるってことですね。まあ、使い方を誤ると、That looks, that class looks fun. まあ、どん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 刻印を、刻印ついてないなと思ったら、刻印つけていただきつつ、突進していただければ、割とあんまり意識せずに楽しく行動できそうな気がします。でより、はい、そうですね、まあ、なかなか次回なんかみんなでちょっとどっか行ってみるとかやってみましょうか。次回みんなでランサーを使いながらどっからコンテンツとかで見る形をお見せできればなと、はい、思っておりますし、スキルのご紹介ももう少しそうです、ね、詳しくさせていただければと考えております、はいはい、というところで、本日はランサーが動いているところを始めて触り、はい、したという形となりますが、すでにお伝えしておりますが、8月のアップデートの追加内容はこのような形となっております、はいはい、ここにですね、本日お伝えしましたマウント騎乗中の採取も、可能となる予定となっております、はいはい、まあ、各コンテンツ、このような形で、まあ、すでに今回プレイされた方、多いかなと思いますので、上級調査が何なのかとか、うん、っていうところとか EX ラッシュバトルがどんなものなのかっていうのは、前回の放送よりもお分かりいただけるのかなと、はい、理解が持っておりますかったかもしれないですね、はい、はい、ではですね、8月のアップデート内容も、お楽しみにしていただければと思います。次回も、もう少しお伝えをさせていただきます、以上8月アップデートロードマップ23年8月のご紹介でした。はい、それでは本日最後となりますお知らせです。こちらは下岡さん、はい、お願いします、正式サービス、開始以降ですね、海外在住のプレイヤーさんの方からアクセスをいただいて、おります、利用規約に記載させていただいてます通り、日本の PC 版のサービスは日本国内の、在住の方向けのサービス提供というふうになっております、このためですね、バンダイナムコ ID 作成時の居住地であったりとか、日本の設定でのみプレイいただける形になっておりますし、日本国外からの利用と判断させていただいた場合には、利用規約に基づいたアカウントの停止を、させていただいております、日本国内在住の方向けのサービス提供とさせていただいているのは、日本の各種法令というか、まあ、そういうことへの対応したサービス状況であることでしたり、お伝えさせていただいております通り、海外のサービスについて、海外展開については各パブリッシャー様、が提供を予定している地域というふうになっております。各地域でのサービス、提供予定につきましては各パブリッシャーから、発表を行わせていただく予定ですので、こちらについてはご理解をいただきたいというふうに考えております。申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいませ。はい、はい、では番組も終わりの時間が近づいてまいりました、それではここで次回予告となります、次回ブルプロ通信シャープ10は8月上旬の実施予定となります、おそらくですね7月12日のアップデートが、当たりますと、はい、また販売商品の残り期間で、ブルプロ通信はいつ頃なんだろうなって大体わかるかなとは思っておりますが、具体的な日程がですね決定しましたら後日公式サイト公式ツイッターにてお伝えをさせていただきます、そしてもう一つお知らせとなりますが、番組冒頭でお伝え、させていただきました通りシリアルコードでのアイテムのプレゼントを行わせていただきます、今回初回となりますので混雑を緩和させていただくためにシリアルコードは明日の12時より入力を可能とさせていただいております、
このため慌てずにご利用いただければなと、思います、放送中または放送終了直後に、入力されましてもご利用いただけませんので、この点ご理解いただければと思います、というところでシリアルコードの使い方についてまずご案内をさせていただきます。シリアルコードはですね、公式サイト右上からログインをいただきまして、マイページにあるシリアルコード入力よりご入力いただくことで、ゲーム内のレターでアイテムが届くというコードとなります。シリアルコードの入力にはゲーム内にキャラクターが必要となります。また一定時間にですね、多数の入力を行いますと、不正対策的に、一定時間入力が不可能という形となってしまいますので、こちらはご注意いただければと思います。はい、ではシリアルコードの方を、こちらでございます。で、ニコニコ動画、YouTube、見ていただいていると思いますが、 YouTube の方はチャットに固定コメントをこの後付けさせていただいておきます。で、ニコニコ動画の方は、運用コメントの方に、追加をする予定です。コピーしてご利用ください。なおですね、入力可能期間は7月6日12時より、先ほどの説明通りですね、で7月12日10時までとなります。1アカウント、まあ、ログインする1アカウントですね、1アカウントにつき1回のみで、両方のコードをご利用可能です。CR コードをご入力いただいた後、アイテムはゲーム内のレターで配布されます。レターには通常と同じように30日間の受け取り期限がございます。なのでご注意くださいませ。あ、今出ましたかね、はい、ということで、コピーしてご利用ください。明日ですよ、明日の12時以降、順次ご利用ください。はい、では本日の番組もまもなく終了ということで、最後に今日の感想とユーザーの皆様へのメッセージを一人ずつお願いいたします。まずは福崎さん。 Alright, then they just go on to apologize basically forThe launch issues. So that's it for that. All right, let me see. All right, everyone, that's it for today. I just want to say thank you guys so much for sticking around until the end. And if you found this video helpful, hit the thumbs up, sub to the channel, hit that bell mark, get notified anytime we upload a new video. If you want to check me out live, I'll be over on Twitch. The link will be in the description, or you can just follow the URL on screen.Come see some BP in action live. Thank you guys so much. Have a good day.